です、今日はですね、こちら奈良金魚ミュージアムということで、日本最大級の、金魚、や、金魚エンターテインメントアカデミーに来てます。で、奈良という、日本三大金魚産地ということで、金魚が有名なんで早速中入ってみたいと思います。はい、ということで、早速中に入ってきました。まずはですね、この奈良の金魚のだるまですかね、だね、を、まあ、真正面にしながらちょっとこっち側に進んでいきたいなと思います。結構ね、思ったよりすごく中が大きいです。はい、行ってきます。あ、ここは、人間水槽無限金魚、人間がいる中にいるってこと？こと？人間飼ってる？人間飼われてます？金魚だと思ってたけど人間？人間ミュージアム？人間ミュージアム？500金魚、500も金魚がいるの？そういうことじゃない？ちょっとなんかここ最後にした方がいいのかな？まあいいか。確かに。行きましょう。すごいね。すごい。すごい。これは何？これさ、うん、一匹一匹何の金魚かちょっと欲しいよね。確かに。解説が水族館みたいな感じね。そうそうそう。何がありますよ。やっぱなんかこうちゃんと水槽もこう明かりとかもあるしさ。うん。やっぱ金魚ってなんかこう和な感じあるから、和のこういうね。そうだね。こことかすごいね。ちょっとね、金魚と和な感じ。だるまと石か。これ鹿水槽。あ、鹿水槽、人間じゃなくてね。鹿鹿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 、面白いね。すごいね。すごい。ここはディスコ。ここはめちゃくちゃすごそう。ディスコすごいね。踊っちゃう。すごい。え、すごい。こんにちは。鹿じゃないのよ。鹿じゃないのよ。してくれないから大きいな、マジで。すげえ、バグりそう。うわ、これだ、500金魚。あ、そういうこと、ね、千羽鶴みたいなね。こっちだけで数えた。本当だ、これもか。500ありますね。確かに。ざっとね。ざっと。ざっと500あります。これですか。お、人間水槽。あ、そういうことね。フォトスポットだ。ここに携帯を置いて、ここで水槽に入りましたよって写真が撮れるのか。じゃあちょっと撮ってみましょうか。金魚はどうした赤いの。フナの国際ネイル誕生してヒグナが関係あるから、フナだったんだね、金魚。そうなんだね。フナなんだ。で、この最初はヒグナは黄色いフナなんですが、それから赤みの強いフナ同士でなったのが赤い金魚になって赤色の由来なの。へえ。どうしていつもワクワクしてるの。餌を探して酸欠状態にある。へえ。だって酸欠状態か、餌を探してる時はパクパクして、寿命は10年、好物は、糸目水ミジンコなどの生き餌は特に食いつきがいい。しかし生き餌だけだと栄養が偏ってしまうため、餌をね、やつやってるらしい。10センチから30センチぐらいまで。大和郡山市、はい、これね、大和郡山市あれですか、ね、あの金魚のね、金魚の産地、奈良は金魚の産地なんで、日本三大金魚産地ですから。なるほどね。はい。あらららららら。あらららら。またあれ？ここで撮りますか、じゃあ。これね、
すごいですね。なんか MV とかでありそう。ミュージックビデオの写真を撮りました。もう歌はないですけど。ジャケ写とかね、うん、本当だ、すごいよ。これは確かにすごい。水槽、水の惑星、確かにそうだな。最後ですか、うん、よし、はい、トリックアートまだあるよ。トリックアートまだあるよ。まだまだ終わりませんよ。すごいね、大きいね。うん、金魚カフェみたいな感じ。あ、そうだね。確かに確かに。だってちょっと僕から撮ってみて。水槽の中にいる感じある。なかった。残念。トリックアウトしたあとだからな。広がってるからでかく見える。いやいや、めちゃくちゃでかい。めっちゃでかいか。うん。すごいでか。あ、違うか、広がってるからだ。あれは12月の金魚とか、すごい、一つ一つ違うの。ってことは俺の誕生月はアルノではでかでかアスモデウス。アスモデウス、私の誕生月。めっちゃ強そうや。めちゃくちゃ強そう。すごいすごいね。今ちょっとなんかね、遊べるところがある。遊びみたいと思います。思います。すごいね、懐かしい。これいつぶりだろ、金魚すけね。お祭りにそもそも行かんもんね、最近。いや、コロナだからね。あ、そうだね。一個来い、はい、はい、何がいいかな。やっぱデメキンは一匹救ってもらわないとあるでしょ。だいぶね、あれを、あ、これね、ツルツルした方が上だ。どうやってさ、こう、そうじゃない、水を切りながら。こうはダメ。そうはダメ。難しいね。みんな逃げてる。向こうだ、向こうだ。おえ。意外にこのポイ強いわ。あのお祭りとかのポイ全然レベル違う。あ、本当、うん、え、今無傷。あ、じゃあじゃあじゃあ調子乗ったの。あ、ヒレを外に出しておかないといけないんだ。ああ、なるほどね。だいぶもうでかい穴、でか穴。いや、無理や。これはいけない。一匹残念。デメちゃん一匹。デメちゃん一匹。あららららら。オッケー。頭から行った方がいいんかな。お、来た。おいし。え、うま。早いし、ほんで。はよ。上手上手。いけるか。ちょっと下はだ。ちょっと待って。金魚の上を横移動してたよ。そりゃ捕まらんわ。行ったか。行ったか。よいしょ。え、うま。うま。あ、
結構早く行かないとダメだね、刺さって。あ、もう呼ばれた。一回割れたらきついね。一回割れたらきついですね。残念。兄貴が取ったデメキン、さよなら。さよなら。バイバイ。バイバイ、黒デメちゃん。ありがとね。弟が取ったもの。バイバイ。はい、ということで、緊急ミュージアム行ってきました。最後ね、こう金魚すくいをやったりだとかっていうゲームをね、楽しめたりとか、まあ、いろんなこう、アーティストの方とコラボした金魚のね、まあ、鑑賞するところがあったりとか、すごく楽しみました。ぜひ奈良に来た時はね、奈良市にあるので来てみてください。ではまた次の動画で。バイバイ。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、いいね、コメントお待ちしております。次の動画を楽しみにしてください。ではまた。バイバイ。